はい、皆さんこんにちは、熊谷康政です。この放送ではジャズレジェンドのフレーズをパクって僕なりの解釈でシェアするという、まあ、スーパーニッチなマニアック YouTube チャンネルでございます。さあ、着実にパクり続けておりますケニー・カークランドの演奏するブラックナイル。今日はですね、サビの中で Fm7 Bb7E フラットメジャー7っていくところがあるんですけど、そこでやってる251ですね、もう完結しておりますね。そこでおお、こういう風にアウトするんだみたいな、なんか一般的にアウトっていうと、例えば D マイナーの上で違うコードのフレーズを弾くようなイメージもあるかもしれないんですけど、まあ実際そうでもあるんですけど、なんかちょっとだけここ変えるとアウトしちゃうよみたいな、その絶妙なわびさびの世界ですね。さすが超ジャズレジェンドケニー・カークランドはやってのけております。今日はその251を紹介したいと思います。それじゃあ、よいしょー、おーイエーイ、どうぞ。はい、それではサビの部分ですね。今日はね、 Gm7、これ前にも説明したんですけど、多分キーが F の Gm7 を弾いて、いきなり転調して E フラットのキーの Fm7 Bb7 Eb7 Em7 なのではないかなと僕なりの解釈をしております。さあ、そして今日はですね、 Gm7 何も弾いてないですね。こんな感じで C7 弾いてます。で、ここです。Fm7 Bb7 Eb7 をこういきます。どうですか、このズレズレ具合。もう一回いきます。いいですね。ちょっとなんかジャイアントステップスみたいな一瞬感じもするんですけど、どう弾いてるのかというと、ここは Fm7 のとこは Cfcc で、完全に5フラット315で、コードトーンもコードトーン135の最も主要な Fm を弾いてますね。これはもう誰が聴いても Fm です。で、次ですよ、ここ Bb7。 あ、これだからだ、これだ。だからそう聞こえたんだ。ジャイアントステップスのメロディ弾いてますね。ですね。これが Bb7 のフラット13なんですよ。Gb の音。で、3度、D。で、Bb9 の B。で、ここが、13。13G ですね。ちゅうことは、何がすごいかっていうと、フラット13と13が混在してます、この一区切りの中に。なので、まあ、テンションがこう、ここじゃ弾けねえな。どうしたらいいかな。左手を足すならね、このフラット13が13に。まあ、実際そんなことは弾いてないですね。これだけ一瞬弾きます。このトライトーンとフラット13をまあ弾きますね。こう弾いてるんで、まあそうなんで、もうフレーズの中でテンションが変わってるのがすごいなってのもありますし、あとまあこれ自体は Gm7 をそのまま弾いてますね。G で考えたら、G メジャーで考えたら1、3、5、メジャー7ですね。ね。この前のあった Fm7、これでは Bb7 の上で D メジャー7を弾いてましたけど、今回は Bb7 の上で G メジャー弾いてますね。はい。なので、ちょいちょい、なんか違うメジャー7弾きがちですね、これね。ケニー・カークランドあるあるです。こっちメジャー弾きます。そしてもう一発きます。これですよ。こ
これも結構いかれてますね。 E フラットメジャーの上で、これ何がいかれてるかって俺に言わせりゃこれですね。セブンスの音ですね。シャープイレブンの音 A から A の音はまあ僕は結構使います。このまあ実際シャープイレブンはメジャーセブンの上で使えるのテンションなんですけど、僕だったらこう弾いちゃいますね。こうこうね、シャープイレブン13でフラット13かで、またシャープイレブン戻って、まあいわゆるビーバップみたいな、こういうのよくあるんですけど、それをちょっといじった感じですよね。要はね、どうすか、これになるだけでもズレ感が強力になります。強力っすね。強力でしょこれ。もう完全アウトですね。メジャーセブンの上でセブンス入れると、うんうん、アウトです。しかもこれ、この部分はもうホールトーンですね。全音と全音、やっぱホールトーンっていうのはそれ自体が結構強力になんか主張してきますね。なのでっていう251、短い200、まあ最後4拍分に相当する251の曲はもう死ぬほどあるんで、どのスタンダードでも使えると思います。ぶっ込んでみてください。それでは本日はこの辺でお開きにしたいと思います。皆さんチャンネル登録よろしく。さよなら。